モアナ、また泣いていないといいけど。エレノア、いつになったらテレサ様の代わりの大魔師様が派遣されてくるんですか。近頃は町のすぐ近くまでゴーマが出て不安でたまらないんです。お察ししますが、我々は別の任務でノースガンドに来たのです。前に来た大魔師様も同じことを言って北に行ってしまった。一体北に何があるって言うんです。まさか星稜はメディサの件で私たちにも罰を与えているのですか。そのようなことは。任務がありますので失礼。大魔師が町を素通りして北へ向かっている。妙ね。サイカが来て以来何もかもおかしくなっちまった。サイカって？この町をめちゃくちゃにしたゴーマのことさ。何でも食らう腕を持った最低最悪の化け物だ。知らないんですか？サイカはここだけじゃなく王国中で暴れ回っているんですよ。姿を見て生き残った者はほとんどいないとか。へえ。サイカに船と港を焼かれたせいで商船組合は解散状態。貿易ルートもよその港に奪われちまった。貿易はこの町の生命線だったのに。町を捨てる人も増えたし、治安も悪くなって、ゴーマ病もひどくなっているんですよ。つい最近も小さな子供がゴーマになって。大魔師たちは何をしておるんじゃ。責任者だったテレサ様はサイカに負けて左遷されちまった。新しい大魔師様が何人も派遣されてきたが、ほとんど北にある遺跡に行っちまうんだ。やっぱりメディサがあんなバカなことをしたせいよ。メディサ？よせ、よそ者に話すことじゃない。そうね、本当にどうなっちゃうのかしら。ヘラビーサは以前のヘラビーサとはかなり状況が変わっているようですね。聞き込みをして現状を知るべきだな。そうね、特に星稜と北の遺跡、それからメディサって女の情報が欲しい。北の遺跡は地脈点かもしれないからわかるが、メディサはなんでだ。勘よ、なんか引っかかる。ふん、そういう感覚には従うべきだな。案外生死の分かれ目だったりするもんだ。サイカとやらの情報はいいのかい。結構よ、そいつの癖までもう知ってる。エレノア様、大丈夫ですか。市民の言葉に心を痛めてないですか。大丈夫です、気遣ってくれてありがとう。あ、でも涙フーフーはいりませんからね。ではよしよし押してあげます。それも結構です。それにしてもますます荒んでしまいましたね。町は焼け落ち、商船組合は解散、星稜も事実上の撤退。まともな港として機能するのは難しいだろうな。今まで吸っておった甘い蜜を奪われ気落ちするのも仕方あるまいが、蜜同様甘ったればかりの町じゃ。甘ったれの町。エラビーサはもともと少数の人間が開いた漁村だ。資源豊かな北海での漁業だけで十分商売できる。だが縁石が発掘され楽に儲かる商売の味を覚えると、町の連中はあっさり漁業を捨てた。そのツケが回ってきたと。ですが近年の気候寒冷化のせいで北海の大半に流氷が広がって漁が難しいという報告もあります。流氷が微生物を運んだり溶けて沈んで海水をかき混ぜたりするから漁場は豊かになるんだよ。それはそうかもしれませんが、町を荒らした俺たちが言えた義理じゃないが、楽な道に逃げて文句しか言わない連中は甘ったれだよね。ほう、言うようになったな、ライフセット。僕のお腹も甘ったれかも。それはいいさ、生きてる証拠だ。北海の巨大オオイカは今が旬だ。
ベンウィックたちに頼んでおくか。うん、あと普通のタコも。サイカって僕たちのことだよね。あちこちで清涼相手に大暴れしてるからな。しかもまた次の騒ぎを起こそうとしているときた。次のクーマを地脈点から引き剥がせばモアナの村と同じことが起きてもおかしくはない。またあの村のようなことが。サイカの次は何に昇格するんじゃろうの。笑い事ではありません。ゴーマになる人間にも汚れっていう原因はある。自業自得と言えなくもない。だがモアナみたいにカノヌシの口にされちまってるクーマがいるのなら、お前はそいつを助ければいい。それはそうですけど。あんたは気にしなくていい。結界を食らって手を下すのは私よ。ゴーマどもが暴れたせいで貿易は断ち切れてしまったが、漁を再開する者がぼちぼち増えてきとるんだよ。おじいさんも漁師なの？最近は貿易ばかりだったが、わしが子供の頃の自分には漁業の盛んな港だった。商船組合がボラードを牛耳っておったから、漁師は締め出されたようなものでね。貿易港にすることで町は発展したが、組合の連中をよく思っていない者も少なくなかったんだ。貿易も漁業も一緒にやればよかったのに。お金が絡むと途端に目の色が変わる人間というのは、いつの時代にもどこにもおって、分かっていながらそういう連中に煽られてしまうのも人間なんだよ。復興を機にみんなが考え直してくれればいいんだが、どうなることやら。ラビーさんも随分変わってしまいましたね。お主も随分変わったしな。ですね。初めてあなたたちと会った時は、まさかこんな風に旅をすることになるとは思いませんでした。僕は思うこともうまくできなかった。でもベルベットがこれを持たせてくれて、アイゼンと六郎が意思を持てって教えてくれた。そうじゃったの。ダエルも今じゃバンエルティア号の航海士だ。ちょこまかしていたビエンフーもグリモ姉さんも気づけば俺たちと一緒にいるし。わほー。わしはうん、王子とわしじゃなかった。タカもいるし、黒金もモアナも一緒だもんね。わしのことはどうなってるんじゃ。何言ったってどうでもいいって言うんでしょ。わしのことが分かってきたようじゃの。マギンっぽい。ノル様人形、グリモワールやビエンフーに似ていますが、何かが違いますね。ああ、ビエンフーたちは若干ダークな雰囲気だが、ノル様は落ち着いた華やかさがあるよな。それをハンナリと言うんじゃよ。それがハンナリ。ハンナリというよりはまったりというか、ぼんやりした何考えてるかわからない顔でふよ。僕の方が千倍可愛いでふよね。どこが。顔隠してるあんたは怪しいだけでしょ。ビエン。それにしても微妙な人形ですね。愛嬌はあるのに、私の心の声が心を許してはいけないと警告しています。そうかな。なんか赤ちゃんみたいで素直に可愛いと僕は思うけど。これが赤ちゃん。妹もこの人形と同じくらい小さかった。おもちゃみたいに小さな手で、一生懸命あいつは俺の小指を握っていた。え？握られたままの小指をそっと動かして頬をつついてやったら笑ったんだ。その笑顔、何があっても守ろうと誓った。だがあいつが俺に飯を作ってくれるほど成長した頃、妙なことばかり起こるようになった。ゴーマに襲われたり、ドラゴンに囚われそうになったり、妹ばかり危ない目にあった。そして
初めて俺は気づいたんだ。妹を傷つけた原因が俺の加護、死神の力だということに。それであなたは妹を置いて旅に出たのですね。呪いを解く方法を見つけるために。ああ、そしてアイフリードと出会った。ノル様人形の噂もアイフリードから聞いた。そんなものに意味はないと奴は笑っていたがな。集めてみなきゃわからないよ。僕はきっといいことがあると思う。なぜ？アイゼンが自分のことを話してくれて嬉しかった。それはこの人形のおかげだから。だから残り3つも絶対に見つけようよ。そうだな。ちょっと話を聞かせてほしいんだけど。今忙しいのよ。他当たって。失礼します。私は清涼巡察官エレノアです。この町の管理体制について忌憚のないご意見を伺いたいのです。あら、大魔師様もご一緒で。ちょうどいい。テレサ様を返してくださいな。あの方がおられた時はそりゃ管理は厳しかったけど安心して暮らせていましたよ。なのに今はフォルディス遺跡にばかり大魔師様を集めて、私たちはほったらかし。善良な市民よりあんな偏僻な遺跡が大事っておかしいでしょ。ずっと清涼に協力してきた私たちを何だと思ってるんですか。本当によくわかりました。本部に伝えておきます。船乗りに続いて小さな女の子までゴーマ病にかかって、とうとうこの町でも広まるのかと思ってたけど、その事件の後パタッとゴーマ病は止まったのよね。伝染病だって聞いてたから拍子抜けしたっていうか。実際のところゴーマ病の原因って何なのかしら。そう、でもイーストガンドの方じゃ住民が一斉にゴーマ病にかかって消えた村もあるって聞いたし、清涼にはゴーマ病に効く薬を作ってもらって一日でも早く安心して暮らしたいわよね。メディサも哀れな。メディサの知り合い？うん、近所に住んでおった。メディサは女で一つで娘のディアナを育てていたんだが、その子が殺されちまったんだよ。殺された？誰に？大魔師様にさ。ディアナがゴーマ病を発病して処分されたんだ。処分？かわいそうだが仕方のないことだ。だがメディサは清涼を逆恨みして聖堂に立てこもったんだ。ゴーマにも感情はあるなどと叫んどったが。それでどうなったの？処刑されても当然の状況だったが命だけは助かった。メディサを殺そうとした警備を大魔師様が止めたんだ。殺すな、適合者だと言ってな。適合者？清涼の教えを守る者という意味だろう。もともとメディサは真面目な信徒だったからな。ありがたいお慈悲ね。メディサはディアナを本当に可愛がっていた。だから取り乱す気持ちはわかる。だが感情よりも大切なのは断りだ。清涼の秩序を否定するなんて許されることではないや。町の北にフォルディス遺跡っていう清涼の施設があるの。キララウス火山から採掘された鉱石を運ぶ際の石所として使われているんだけど、ここだけの話、清涼は収容所としても使ってるらしいのよ。収容所？ゴーマを捕まえてるとか？まさか。ゴーマならすぐに殺しちゃうべきでしょ。捕まってるのは人間の罪人よ。ちょっと前に人を殺して聖堂に立てこもった女の人がいたんだけど、その人が送られたんだって。なんでそんな遺跡に収容？さあ、すっごい罰でも与えられるんじゃない？清涼ってそういうとこ容赦ないから。あ、今のは単なる噂で清涼の悪口じゃないからね。ゴーマどもに町が荒らされてからというもの、ノースガンドは不幸続きだ。寒冷化は進み、メイル潮は流氷で港は塞がれ、北の海を行き来する船はほとんどない。
でも救援物資はちゃんと届いてるんでしょ。腹は満たせても心は満たせないのだ。え、この町を救いたいのならば食料よりも金よりもテレサ様を送り込むべきだろうに。ああ、もう一度あの冷たい瞳に貫かれたい。厳しく叱責されたい。テレサ、マイラーン。テレサ様、こいつだけに物資が届かないようにはできないの。ああ、テレサ様、我が命はあなたのために。お笑い公演をやらせてもらいたいんじゃが、いいかな。構わんが、あまり目立たないようにな。清涼に目をつけられるぞ。爆笑コンビ魔女と少年にそれは無理な注文じゃな。魔女と少年、僕の出番？そうじゃ、お主がボケでわしがツッコミ。安心せえ、多少滑ってもお主が愛想を振りまけばかわいいかわいい大受けじゃ。わしが書いた台本は覚えたの？うん、なんとか。さすがじゃな。じゃが真面目に台本をなぞるだけでは笑いの門は開かんぞ。お主なりのアドリブ、具体的にはこびこびなお愛想でお客の心をつかむのじゃ。できるかな、アドリブなんて。お主ならやれる。見つけるんじゃ、新しい自分を。具体的にはこびこびのこびを、うん、やってみる。よし、その息で本番じゃ。はい、どうも、ラブリーコンビウィッチ&ボーイじゃよ。マギン、うん、新人だけど頑張っていくから、今日は顔と名前だけでも覚えていってください。僕が可愛い担当のフィーで、こっちのお邪魔な魔女がマギルージャよ。って誰が邪魔な魔女じゃい。にゃー、あ、思わずモノマネをしてしまった。モノマネ？今のはただの猫の鳴き声じゃろ。うん、今のは近くにいる猫のマネ。にゃー。いかん、滑った。じゃが今こそお会いそうじゃ。坊よ、こびこびの照れ笑いでピンチをチャンスに変えるんじゃ。今のはニャーっていう猫の鳴き声と近くのニャーをかけたシャレです。本当に近くにいる猫がそんな風に鳴くわけじゃなくて。解説を始めおった。血迷うなライフィセット、ダジャレを説明してどうする。でもアドリブでお客さんの心をつかめって言ったでしょ。丁寧に説明したら分かってくれる人もいると思って。やめておくれ、今さら分かられてもこの場が余計悲しくなるだけじゃて。それでもいいよ、滑るのなんて怖くない。それより僕はお客さんとの絆を大事にしたいんだ。芸人としても人としても正しいことを。あ、念のために言っておくと、この台本を考えたのはマギルーで、僕は言わされてるだけだから。ガーン！お客との絆と引き換えにコンビの絆が引きちぎられた！もう！お主とはやっとれんわ！だいぶアドリブが飛び交ったが、どうだったじゃろ？一つ言えるのは、マギルの台本が悪いな。濡れ衣じゃ。この本は英雄王原稿録。王は言った、人よ、たゆまず生きよ、世界に希望を、未来に希望を。断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願い思う、理想こそ人の力なり。人よ、臆せず生きよ、心に希望あり、明日に希望あり。断りを超えて願い思う。アルトリウス様、先代が残された文献を全て解読しましたが、現在の状況で市中全てと契約を結ぶのは不可能という結論に達しました。だろうな。
先生すら二中との契約が限界だった。やはり五中目の力を使うしか方法はない。よろしいのですか？それにはなさねばならないことだ。俺は先生を裏切ってしまった。命を懸けて全てを託してくれた先生の信頼を、一時はその罪を抱えたまま生きようと思った、セリカと一緒に。だがセリカはもういない。はい。断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力。俺は理想を成し遂げねばならないのだ。大切な人たちを救えなかった俺の手でこの世界を。アーサー兄さん。どうした、ベルベット。今誰かと話してなかった？いや。そう、夕飯の準備できたよ。今晩はウリボアの肉たっぷりでもさっぱりシチュー。それは楽しみだ。急いで家に戻るとしよう。意味全部はわからないけど、なんかいい言葉だね。私にはよくわからないわ。難しくて。ヘラビーサも街中でゴーマ病が起こるようになっちまったか。ずいぶん物騒ね。発症したのは小さな女の子だったから、大事になる前に処分できたがな。問題はゴーマになった娘を母親がかばおうとしたことだ。それが人情ってもんだろう。今はそういう情を抑えなきゃならない時代なんだ。一人のわがままが大勢を危険にさらすんだぞ。おう。異常に気づいた男が清涼に通報したからよかったが、例の母親は逆上して通報者を殺しやがった。何でも通報したのは母親が再婚を考えていた相手だったそうだ。ゴーマになった娘は母親の再婚にひどく反対してたって言うから、皮肉すぎるオチだな。そんな、ま、自業自得だ。自分を抑えられない人間はゴーマより迷惑だぜ。ゴーマ化して大魔師に殺された娘ディアナと、そのことで聖霊を恨む母親メディサ、そして聖霊の収容所といわれる北のフォルディス遺跡か。なんかモアナの時と似てるね。お母さんが娘を愛するのは当然ですよね。それが罪になるなんて。気になるのはメリサにかけられた適合者って言葉よ。ミーツに通じる人あらばフマのクーマは生え変わる。俺たちの古文書の解釈が正しければカノヌシの力に適合するって意味だろうな。つまり地脈点である北の遺跡に適合者のメディサを送りクーマにした。そう考えれば全部つながるの。しかも聖霊を恨むメディサとやらがクーマにされたなら好都合じゃな。ああ、こっちに協力してくれそうだ。少し話がうますぎる気もするが。確かにね。でもどの道行ってみなきゃ裏か表かわからないだな。フォルディス遺跡に向かうぞ。いやいや、裏目確定じゃろ。くしょ。ノースガンドリオってこんなに寒かったんだね。でもテレサの管轄はノースガンドリオでしたし、その頃あなたもここにいたはずでは。多分意識を抑制されていた時は他の感覚も鈍くなってたんだと思う。なるほど。でもアイゼンが寒がっている様子は一度も見たことはありませんね。というか皆さん平気そうですよね。この程度の寒さでガタガタ言うようでは海賊などやってられん。俺は子供の頃から夏は炎天下、冬は吹雪の中で素振りさせられてたから慣れっこなんだ。もっともゴーマになってからは暑いも寒いも関係なくなっちまったがな。私もクーマになってからは関係なくなった。冬は苦手だったから
都合がいいわ。かくいうお主こそ平気そうじゃぞ。いえ、とても寒いです。あなたが平気そうにしているのが信じられません。三度の飯より寒さが嫌いなわしじゃぞ。全身くまなく防寒用の秘密兵器を忍ばせてあるわ。服の裏から靴の中まで薄くて腫れてぬくもりキープ、その名もポッポカイロじゃ。そんな素晴らしいものがあるのですか。はとまねするなら分けてやってもよいぞ。え、はとまね。ポッポカイロ分けてほしい。ポッポ。ベルベットごとの衝撃はなかったの。これオメガエリクシールの素材だ。ユニコーンの角か。おっと、扱いには注意じゃぞ。ユニコーンの角は清らかな乙女以外が持つとその不思議な力を失うというからの。清らかな乙女ね。そりゃあまずいな、モテる奴がいない。は、失礼なことを言わないでください。けど清らかな乙女ってのは箸より重いものを持ったことがないお姫様とかだぞ。あなたの女性感かなり歪んでますよ。そうか。わしはむしろ三周回って清らかレベルカンストの乙女じゃが。ベルベット、お主はどうかな。フィー、あんたが持ちなさい。いいのかな、僕が持っても。さあね。でもオメガエリクシールを作りたいって言い出したのはあんたよ。あんたが自分で集められないならそれまでのことよ。そうだね、わかった。心配はいらん。マギルーが話したのはただの俗説。ユニコーンの角の正体は一角というクジラの牙だ。先に言ってください。なんじゃのアイゼン、残念な種明かししよって。少なくともマギルーはユニコーンの角は持てないな。とにかくリーブに報告に行こう。リーブ、また素材を見つけたよ。そう、素材の解読は進んだ。ああ、もう一つだけね。どうしたの、また体調が。古文書の解読で分かったんだ。オメガエリクシールは12歳病を治すために作られた薬なんだって。12歳病。大昔からある不治の病だよ。12日ごとに発熱を繰り返し、それがだんだんひどくなって12歳になった時死ぬんだ。ラフィーと同じ。まさかリーブの病気って。そう、全く同じ症状だ。そしてもうすぐ僕の12回目の誕生日が来る。諦めないで、僕が素材を見つけるから一緒にオメガエリクシールを作ろう。無理だよ、間に合うはずない。もし間に合ったって本当にオメガエリクシールができるかどうか。きっとできるよ、まだ希望はある。ライフィセットは自分が元気だから簡単に言えるんだ。君は僕と違って世界を旅できる。不思議なものもたくさん見れるじゃないか。イーブ、帰って。今は誰とも話したくないんだ。ライフセット、元気を出してくださいね。ありがとう、エレノア。でも僕は本当にリーブの気持ちを考えてなかったよ。そんなこと。けど勝手なおせっかいでも僕はオメガエリクシールを作りたい。助けたいんだ、苦しんでる友達を。はい、そのおせっかい私も付き合います。とは言うものの、記録にある限り12歳病の致死率は 100% のはずじゃぞ。どういう病気なんだ。子供だけがかかるごく稀な病だ。原因は不明、生まれつきのものと言われるが。病ではなく呪いという説もあるほどの奇病じゃよ。大病だったの。アルトリウスはそれを知っていたから、あの子を生贄にした。あの子はどの道助からなかったっていうこと。
12歳で死ぬ運命だったって。そんなのあんまりよ。クモヒツジの卵、オメガエリクシールの素材です。やった、リーブのところに急ごう。ライフセットのやつ、いつにも増して一生懸命だな。失ったことがないから希望を信じられるの。嫌な言い方するなよ。事実でしょう。現実に叩きのめされればあの子だって変わる。そうかな。そうよ、誰だって。ならなぜお前は変わらない。失って叩きのめされて希望なんて信じられないはずなのに、なぜ命がけで復讐に突き進むんだ。わかってるわよ、自分の矛盾は。復讐の先に希望があるなんて、何か取り戻せるなんて思ってない。だけどそうせずにはいられないのよ。ライフィセットも同じなんだろ。きっと私が憎しみを消せないように、あの子も希望を捨てられない。友達のために。理屈じゃないのさ。何も考えてないゴーマの目にはちょっと眩しいよ。してるわね。クーマを守るためだよね。ええ、おそらくね。操っている大魔師がいるはずです。警戒してください。この遺跡は何か悲しい感じがする。悲しいってどういうことですか。うん、ここで辛い思いをしたり、亡くなった人の悲しい気持ちが溜まってるような気がするんだ。遺跡を見てそんな風に感じるなんて、なんか変だよね。いや、その感覚を否定する必要はない。案外そういうものが真実を導く場合がある。ライフセットの観点でこのフォルディス遺跡を見てみると説明がつくものがあるな。本当？この遺跡の作りは派手さや豪華さよりも通路や建造物としての堅牢さが優先されているようだ。それはつまり火山性の地震を考慮しているのと、この通路で誰かが暴れるような状況が考えられたってことかな。悪くない考察だ。そしてそんな猛者どもがここを素通りするとは考えにくい。つまりここには通路だけじゃなくて、もっと奥に部屋や施設があるってことだね。凶悪犯の牢屋とか闘技場みたいなものかな。悲しいと感じた理由はそれで説明できるな。闘技場だとすると、勝者に与えられる宝みたいな何かが隠されてるかもしれないね。なぜ隠してあると思うんだ。だって猛者たちがいい人とは限らないし、ここを設計した人は用心深い感じがするから。隠し財宝か。お前はその隠し場所をどう。二人とも考察は後にして、今はクーマが最優先よ。あ、ごめん。宝の隠し場所だ、アイゼン。ライフセット、続きは必ず後でするぞ。うん。トータス、トータス、朝食はコーストでトーストに限るっす。アイゼンさんにお手紙っす。うん。妹からの返事かな。読むか。え、ああ。よし、俺が読もう。どれどれ。貴様の霊国さんが可憐な乙女の心に今日も涙雨を降らせている。悔い改めよ。さもなくば我にも考えがある。これが最後の警告なり。以上。かなり切れてますね。どんな悪さをして女子を泣かせたんじゃ。お前で試してやろうか。クワバラ、クワバラ、ケーキは別腹じゃ。可憐な乙女の涙雨って妹のことじゃないの。妹？おお、それはあり得るぜ。兄貴と離れ離れじゃ妹も寂しいよな。兄貴のことが好きならね。この手紙をアイゼンの妹が書いたというのですか。随分個性的な感じもしますが。
俺の妹はこんな手紙は書かん。なら妹の傍らにおる何者か、というか男が妹の涙を受けてこの手紙を書いたことになるの。てめえ紛る、妹に男がつきまとっているだと。誰だ、今すぐここに連れてこい。つきまとってるなんて言ってませんから。落ち着いてください、アイゼン。そんなに心配なら見に行けばいいのに。会いに行ったことはないの？ずいぶん前に一度だけ戻ったことがある。だが俺が帰ってすぐ付近に人間たちが集まり始め、立ちどころに汚れがあふれ、ゴーマどもが妹を襲った。それってアイゼンのせいなの？汚れの少ない安全な場所を選んで移り住んだ。人間が簡単には近寄れない険しい山奥だぞ。偶然で済まされる状況じゃないよね。それ以来一度も妹には会っていない。あの、私はノルセマ人形微妙だと言いましたが、意外とその微妙さがいいような気がしてきました。それにもし微妙だとしても、気持ちのこもった贈り物ならどんなものでも女子は嬉しいです。お前にはやらんぞ。結界、クーマです。三度目の正直だな。メディサネ。ええ、そうよ。あなたたちは？あんたと同じく聖霊を、同志アルトリウスを恨む者よ。安心してください、私たちはあなたを助けに来たんです。助かりませんよ。え？諦めないでください。私は、いいえ、助からないのはあなたたちです。同志アルトリウス様の理想を、聖霊の断りを汚す者たちは私が殺します。キリがないよ。あの蛇女が召喚してやがる。本体を叩かねば拉致があかんぞ。その左手、そう、あなたが噂の。なぜです、メディサ。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。違うわ、私は自らの意志でクーマになったのよ。でもあなたの娘さんはゴーマになってタイマシに。それで聖霊を恨んでいるんじゃ。ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。タイマシ様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのはあの子が汚れを発したせいだって。だったら私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないように。どんな醜い姿になろうが構わない。カノヌシ様を復活させ、この悲惨な世界を変えるのよ。ああ、そうなら強引にさらうまでよ。終わらせるのよ、あの子の死に報いるために。この人は母親として。関係ない、全部蹴散らす。そこだ、大連射する。つむじげた、とどめ、血だらけよ、ゼロインパクト、ピエール一脚、つむじげた、ギャレンライダー、そこだ、くらえ尽くせ、つむじげた、とどめ、血だらけよ、ゼロインパクト、影座る、そこだ、くらえ尽くせ、本的スラノ、キレよ、プラインセイバー。こいつはどうだ、覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな、ウェイストレスメイヘム。
爆心地は元気の渦を凍結しろ。ウィジットフォトフラッカー砲撃。フッ砲撃。横だ。何が相手だ。使用が殺す。ショートガンション。影響渦を凍結しろ。ウィジットフォトン。忌まわしい汚れが。インブレッシュだ。クラウド血だらけだ。クラスター砲撃。影詰まる。こういうふうに引き止められてしまう。横だ。クライクスス。とどめ。ブレイクブースト。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーザルフェイン。そこだ。クライツクス。砲撃中影詰まる。そこだ。クライツクス。砲撃中とどめ。ブレイクブースト。容赦しない。一撃じゃ生ぬるい。ゼッパー滅衝撃。足元危ういじゃん。そこだ。クライツクス。そこだ。裏抜け。いやね。砲撃中。切られてない。この程度か。ここまでよ。最下の剣士め。最下の剣士。最悪の時代をもたらす魔王の名よ。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪を撒き散らして顧みない汚れの塊。始末に負えぬ人の業を体現したお前のような悪のことだ。ゴーマ、クーマ、最下の剣士、好きに呼んでくれるわね。でも私が魔王だって言うなら、あんたは魔王に利用される。それだけよ。させない。あの子は私のせいで、だから私は死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて。邪魔をするな。嫌だ。もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった。それってすごく悲しいことなんだ。モアナ。清涼に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親は、お腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ。お母さんに会いたいって。だからお母さんが死んだらティアナだってきっと悲しむよ。ティアナ。お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う。私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで、汚れ傲慢になってしまった。私のせいで。ごめんね。ごめんなさい。メディさん。大丈夫。気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため拘束術をかけておく。どうやら清涼はメディさんの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。残酷すぎます。じゃが理にはかなっておる。そうですね。断りに反しているのは私の方です。ここからメディサを連れ出せばヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メディサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら、汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から。それが断りに反する私のせめてもの義務です。
あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部最下の剣士のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない。私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。僕、メディサを苦しめちゃったのかな。そうかもしれません。でも私もあなたと同じことを思いました。お母さんが死んだら悲しいです。だから止めてくれて嬉しかった。エレノアのやつ、ずいぶん無駄な責任を背負おうとしてるみたいね。無理をしすぎて汚れる危険が高くなってるんじゃないの。汚れとは、人間の心にあるエゴや矛盾から目をそらす独善から生まれるものだ。だがエレノアは自分のエゴを自覚し、矛盾と向き合おうとしている。それこそが対魔師に何より必要な資質。汚れを生む感情に染まらない純粋さというものじゃ。つまり大丈夫ってこと。今はな。だが人の心は一瞬で移ろう。この先どうなるかは誰にもわからん。ま、さほど心配せずともよかろうって。大抵の対魔師の純粋さは理で作り上げたものじゃが、あの娘のは天然のようじゃからの。対魔師の才能ってわけね。貴重な才能だが、特殊な資質でもある。エゴや矛盾を持たない者などいないし、己が醜さと正直に向き合うことも簡単にはできん。程度の差はあれ、汚れを持って生きてるのが普通の人間というものだ。汚れは必然に存在するものか。でもアルトリウスも異常は出ていないようですね。今のうちに町を抜けてタイタニアに戻るわよ。ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。言うわね。おかえり。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。清涼、こんな小さな子を無理やり食う間に。エレノア！お願いです、メディサ。あの子と話してあげてくれませんか。どういうつもり。モアナはクーマです。だけどお母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃあの子の悲しみを埋められない。でもあなたなら。大丈夫。私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと、でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの。夢を見たの。モアナのお母さんが
モアナを怖いっていらないっていう夢。怖いものですか。お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。なんでわかるの。私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番。泣かないでおばちゃん。モアナとメディサ寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって亡くなったわ。私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなものだから、一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ。変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの、タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。わかったわ、すぐに行こう。